でカットすごい簡単に言うとカットラインってあの、まあ、レザーカットだったりとかですね、まあ、セニングとかソイダリとか、まあ、ブラントカットいろいろあると思うんですけど、基本的にすごい単純にまたちょっと別の動画でやりたいと思うんですけど、あの切り口によって髪の毛がガラッと変わってくるんですね。でそういう分析動画はまた今後作ろうと思ってるんで、そちらでやっていこうと思うんですが、基本本当に単純に言うと丸く切った方がいいです。髪は絶対丸く切った方が収まるんですよ。なぜかっていうと、えぐったりとか引っ張ったりとかしすぎると外側に跳ねたりとかするんで、例えばこのパネルを切った時に引っ張っただけで外に跳ねたりとかするんですよね。で収まりが悪くなったりとかします。なので、基本的に、まあ、セニングもそうなんですけど、隙間線も丸くラインを作った方が良かったりとかします。で、あとは髪の毛に逆らわない自然な位置で切るというか、引っ張るとあのゴムと一緒でまた戻ろうとして跳ねてしまうんですね、髪の毛っていうのは。例えばここを、まあ、縦でもいいですけど、こういうふうにフォームで引き出してカットしますよね。で、こうチョップカットとかしていくのはいいんですけど、この引っ張った反動っていうのがあるわけですね。なんでこの反動によって跳ねます。なので髪の毛っていうのはつながりがないスタイルを作るんであれば、あの細かく取って切っていった方がいいと思うんですけど、髪の毛って基本的につながりを作るにはあんまり細かく取らない方がいいんですね。なのでなるべくシンプルに作っていってあげた方がいいんです。そうすることによって、カット時間も短いですし、より細かいそのお客さんの1ミリとか1センチとかっていうところまで何回でも切り直すことができるので、あんまりこう枠にはまって切っちゃうと切り直すのにまた時間かかっちゃうので、結構単純で本当髪の毛っていいんですね。なので持ちがいいカットするっていうのは本当に丸く切ることですね。あと落ちる位置がすごく大切です。今ちょっとあまり切れないんですけど、例えばここの髪もですね、よりもっと落ち着く感じするには、まあ、こちらからちょっとこれはちょっと変かもしれないですけど、皆さんやってないと思うんですけど、大体皆さんこっちからこう切りますよね。僕は上から手を持ってきて落ちる位置に自然に内巻きにこうインぐらいになるような感じで切るんですよね。なんで上から持ってきます。でなるべく自然に収まるように、跳ねないようにって、まあ跳ねさす場合もあるんですけど、まあ今はちょっと自然にラインを作っていきます。で髪の毛ラインを作ることによって、まあこのアウトラインっていうのは絵の額縁と一緒なので、ここをしっかり作らないとボケちゃうんですね。なので軽さがあっても毛先用重さを出すとか、そういう風に結構メリハリがついてるといいと思います。を意識し、そしてカットラインは常に丸く切っていくことによって収まるのと、重さがちゃんと、そこに残ってくれます。サイドも、この場合は上から持ってきます。このままで自然な位置で、カットするんで、サイドから、持ってきて上から持ってきて自然にイングラの位置になるようにカットします。基本はね、結構横空の方が綺麗に切れるんで横空で切ります。あとはこの引き出す角度ですね、つむじきに向かってこうちゃんと、立ち位置が間違っていないかっていうのを確認してですね、でこっちの方ちょっと長くなりやすいんで、そういうところ気をつけたりとかしていきます。
と今矯正とか、ちょっと話はずれちゃうんですけど、縮毛矯正とかパーマとかですね、カラー、あとヘアカット、全般ですね、わずか2日間で、2日間で、売れっ子美容師さん以上に、なれるようなカリキュラムがを作ろうと思ってるんで、それをやることによってですね、先輩美容師さんを受けたりとか、あとは本当になんか無駄なことってすごくあるんですよね、実はカリキュラムの中で美容師さんも。で、最近お寿司屋さんでもあったと思うんですけど、寿司屋さんの修行しないで、なんかそのお寿司の塾、ね、お寿司塾じゃないけど勉強室みたいなのに通ってセミシュランで賞を取った人いますよね、とかで美容もやっぱり少しずつ変わってくると思うんですよね。で、今のこれからの、子たちとかはやっぱりある程度自分の時間も必要ですし、今までの美容の、コンテンツというかその中でやっていくって結構厳しいと思うんですよ、何年もかかるんで。なので僕は今2日間で、売れっ子美容師になる方法っていうのを考えました。で、それでポイントをこれだけやってれば大丈夫だっていうポイントがあるので、それをマニアックなポイントをお伝えしようかなと思っています。で、それが、まあ、できましたらまた皆さんよろしくお願いいたします。そういうのを今作ってます。で、ちょっと話はそれたんですけど、まあこういう感じでですね、多分無駄なことをしないことによってカットも早いですし仕上がりも良かったりとかするので、なんとなく切るんじゃなくて本当にその自分がした慣れ、自分がその狙ったところですね、そこをしっかり切れば時間も短縮できますし、あと本当パーマ矯正この辺は通常に勉強しててもちょっと難しいですね、いろんな情報がたくさん出てきてるので。なので、ちょっと近道をできる方は近道した方が、まあ、いいんじゃないかな、自分の自信にもつながるんで、まあ、そういうコンテンツ作るんでぜひちょっとその時はよろしくお願いします。で、あとですね、単純にこうつなげていく方法なんですけど、コームは使わないんですけど、ちょっとねじってですね、まあ、今これ5ミリ以内でカットしてるんですけど、全体をつなげていくことによって、隣との毛と仲良くなるんですね。そうすることによって馴染んで、重さだったりとかですね、まとまりがちょっとできてくるんで、この何ミリかの何ミリの、ね、世界で本当に変わるんですね、髪の毛も。今これ何やってるか分かんないかもしれないですけど、これはこれでまた別の動画で説明できたらいいかなと思います。ちなみに今これ R バーでこう切ってます、こういうふうに R バーの方で丸く切って、全部つなげて切っています。ちょっと遅くまで木下さんに、協力していただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた、バイバイ。